ートしました。おっと、6番名将ハリオが大きく遅れて後方からになりました。先行争い、まず7番レモンポップ制して9番湘南なでしこが逃げていきました。リードを1馬身です。2番手広がって14番関風、内から1番のジャスパープリンスです。4番手固まって16番 KI ターコイズ上がっていきました。10番 TM サウスタン、この一角に7番のレモンポップがつけています。この馬群の中には4番ドライスタウト、内から2番シャールズスパイト、固まっての先団となっています。この後ろから外目8番のアドマイアルプスです。1馬身2馬身が相手、5番のオーベルニュ中段後方、 1000m 切っていきました。前半634秒6です。3コーナーに向かいます。その後11番ソリストサンダー、3番ケンシンコー、3、4コーナー中間に向かいます。3馬身が相手、13番スピーディキック、15番レッドルゼル、2馬身差6番名将ハリオが最後方となっています。これから4コーナーへと向かっていきます。逃げます9番の湘南なでしこ、リードを体半分、接近するヘリオス、 KI ターコイズ、内からはジャスパープリンス、馬群の中にシャールズスパイト、ジャスパープリンス、そしてドライスタウト、レモンポップ、外目からは12番石井も進出を開始。4コーナーカーブから直線に向かって湘南なでしこをかわして残り400、わずかにヘリオスが先頭に変わる。これに並んでいった KI ターコイズ、楽な手応えでこの外から7番のレモンポップが抜け出して、リードを1馬身2馬身取った。後方から15番のレッドルゼルが差し足を伸ばしてきて残り200を切りました。3番手ずらっと広がってドライスタウト、アドバイアルプス、追い込んでくる名将ハリオ、イカリスか、先頭は抜けた。7番レモンポップ、2馬身3馬身2位のレッドルゼルを追っているが差が詰まってこない。レモンポップ先頭ゴール。